い、始まりました。フルファミチャンネル、イエーイ。こんにちは、あやです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はなんとレンジで簡単カフェに出てくるような濃厚ガトーショコラの作り方を紹介していきたいと思います。フルーツに全然関係ないやんって思うかもしれないんですけど、まあたまにはこういうちょっとお遊び的なコンテンツもやっていきたいと思います。そしてしかも今回もタッパーとレンジでできちゃうめちゃめちゃ簡単なガトーショコラです。正直私お菓子作りにはマジで自信ないんですけど、まあこれやったら多分できると思うんで、皆さん温かい目で応援してください。フルファミチャンネルでは果物で家庭に笑顔と感動を届けるためにフルーツの美味しい楽しい情報をお届けしています。チャンネル登録がまだな方はぜひフルファミファミリーになってくださいね。お願いします。それでは行ってみましょう。では本日の材料はこちら。まずはチョコレート、チョコレートを手で割って耐熱ボウルに入れていきます。ではどん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 いきたいと思います。結構こんなガトーショコラ1個に対してこんなにいっぱいチョコを使うんやって思うぐらいチョコを入れていきます。みんなでおデブちゃんになりましょう。これってどれぐらい、結構ちっちゃく割った方がいいんかな。まあとりあえず溶けるし適当にバキバキしていきます。こんな一気にチョコを消費することまずないな。次にバター 50g を入れてレンジ500ワットで2分加熱します。これを入れていきます。これで50なんや、結構やな。はい、これで50です。そして2分か。おい、じゃあそう、お菓子作り私自信ないって言ったんですけど、過去に結構昔なんですけど、多分バレンタインとかやったんでしょうね。でクッキーを作ろうと思って、ほんまに書かれてる通りにレシピ通りに作ったのに、出来上がったらマジで分厚さこれぐらいのホットケーキ、ちっちゃいホットケーキみたいなのがいっぱい出来上がって、もうそっから私はお菓子作りはしないって決めました。が本日頑張っていきます。あ、いい感じかも。ではレンジで温めたチョコレートとバター、おー、混ぜていきます。お、すげえ。ただのカロリーの塊っていうだけの見た目ですね、今はまだ。はい、ここに砂糖を大さじ2杯入れます。1、2で、また混ぜます。甘いもん好きな人からしたらもうこれだけで美味しそうってなるんやろな。はい、そして混ぜたらこの中に卵2個と牛乳30ミリリットルを入れて混ぜます。卵2つ投入、トロン。じゃあとりあえずこれ混ぜます。混ざるんか、これ。この中で完結するってことは、この混ぜるのが結構肝心になってきますね。私の腕にかかっているよね。はい、そして牛乳、はい、豆乳。確かにこんだけだけってなりますね。え、もうこれでラップかけて終わり？すごない？え、ほんまにやってる？しゃ、混ぜれました。じゃあここにラップをかけて5分。とりあえず蓋でいきます。こちらで、お、5分いってらっしゃい。じゃあガトーショコラにのせる用のオレンジを切っていきます。一旦こう、じゃあとりあえずこれでいこう。こんな感じ。これを後でトッピングしていこう。あ、いけそう。はい、じゃじゃーん。ではオープン。お、え、できてるっぽい。じゃあちょっとチェック。あ、でもいけてる。つかへんってことはいけてますよね。けどこの、あ、私のこの触った感じはガトーショコラのケーキっていう感じより、なんか餅プリンみたいな感覚かも。
では行きます。はっ、うん、ピニョピニョンってなったあ、すごいしっとりって感じになりました。並べるのが綺麗っぽい。あ、いいじゃんいいじゃん、どうですか。はい、こんな感じでちょっとしっとりめのガトーショコラが出来上がりました。では出来上がりましたので実食していきたいと思います。いってみます。しっとりめのガトーショコラ、あ、でもなんかこういうなんかテリーヌみたいな感じのちょっとおしゃれな感じになってるかも。でもちょっと違う感じで言ったら羊羹みたいですいきます。あ、あ、うん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 、だけど家でこのレベルだと全然ありかも。一回なんか水分にくぐらしたみたいなガトーショコラになってるけど美味しい、味は美味しい。うん、いただきます。グー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 。みんな共にオレンジも食べてみよう。かじってみます。うん、ガトーショコラが勝つから、別にオレンジは飾りという感じですね。はい、あ、全然美味しいです。皆さんもぜひやってみてください。本日はレンジで簡単カフェに出てくるような濃厚ガトーショコラのご紹介でした。ガトーショコラはほんまにあの今見てわかるように私でもできるぐらいなんで、なんかお子さんとかにやらしても全然いけるぐらいのレベルの簡単さなので、皆さんお試しください。それでは今回の動画は以上になります。ルーファミチャンネルは毎週4日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日の18時、夕方6時から放送しています。旬の美味しいフルーツの購入も概要リンクから注文できますので、皆さんいっぱい注文してください。ではフルーファミリーの皆さん、またねー。